カメラマンやってくれま。家写真。祖母の死がきっかけで故郷に戻った優子が始めたのは、家写真撮りませんか？お断りです。家なんて縁起でもない。私のおばあちゃんの写真もピンボケだったんです。すごく悔しくて。行きたい場所があるんよ、そこで撮るなら。はい、チーズ。これは家写真じゃなくて思い出写真やね。思い出写真。100人のお年寄りを笑顔にするミッション。部屋に飾って毎日見るが楽しいわ。悔いが残ったんじゃやいけん。足浜さん、自分の何がいけんかったんかがわからんくて。お前の思い出写真見とったら元気が出てない。彼女が撮っていたのは、毎日が宝物に変わる魔法のような写真でした。撮ってもらって嬉しかったよ。思い出写真。